詩と思想は、土曜美術者出版販売が発行している月刊の詩の雑誌。1972年の創刊。総合商業詩誌であると同時に、編集は詩人たちが行うことで終始一貫しており、全国の詩人、試合校舎のための共同の指摘、広場作りを意図する運動指摘性格をも兼ね備えている。国会図書館の雑誌記事作品再録誌に認定されている。 1972年10月創刊。発行動人、井出のり村岡空、沢村光弘、西和友、寺門人氏、不木としただ、相沢志郎。これらの詩人が自己資金で土曜社を設立し、詩と批評の新たな総合詩,詩を創刊。内容は、列島、現代詩の内実の継承と、公平な詩談ジャーナリズムの確立。 1975年1月まで刊行後期には、泉慶なり編集発行、日本電通社発行所ともなる。一期1979年1月創刊。発行人、不駅としただ。発行所、土曜美術者。1979年7月号から、編集スタッフとして、加藤育恵が参加。 1979年3月3日から15日まで、エスパース土曜にて、首都、思想第1回詩が展開催、以後継続。1981年3月号にて、第1回首都、思想新人賞発表。第1回受賞者は、松井稽子松尾茂雄。現在も継続。2期1985年3月より、発行元、土曜美術社詩人たちの手による、 編集委員会発行となる。39号までの編集委員は、途中の辞任者も含めて、コーラルミコ、森田進、島、陽子、木吉川明夫、佐久間隆清水和子、宇野圭介。編集スタッフとして、一式マリ、中村藤士夫、岡島広子、天宮恵子ほか、1988年3月より、天宮、中村が編集委員に加わり、 月刊体制に戻る。以後、現在まで月刊体制を堅持している。1989年4月より、小海英二が編集長に就任。編集委員会、編集顧問、公読会員からなる新制度によって現在まで観九1992年9月号より土曜美術社、出版販売発行となる。加藤育恵取締役社長に就任。小ウが、 編集顧問に就任後、森田進、中村藤尾、青井川玲が、編集長を歴任。この間の編集委員は、麻生直子、小川秀春、佐久間隆一色真理、佐川明。2002年より、麻生秀明、中島悦子、沢田英介が編集スタッフとして参加。加藤育恵救世後の社手は、高木優子。この期間の編集方針は、 特に手段の後期として公平な視点からの地方性の掘り起こし、規制の手段ジャーナリズムにとらわれない詩の書き直し、美術、音楽との接点、マイノリティへの詩座などに注力。2008年3月より、一式マリが編集長に就任。編集委員は、中村藤夫、小川秀春、佐川明、長谷川忍、伊藤博子。編集方針として、社会性。 地域性、国際性を三本柱とし、定期購読会員を中心とした世代や傾向に、偏らない、総合月刊誌,誌として、土曜美術者出版販売から観光。編集参与は、秋吉久紀夫、有馬忠石原岳、内山富子、大井校長ほか、2018年3月より、中村不二夫が編集長に就任。編集委員は、中村不二夫、 小川秀ひ長谷川忍、青木由美子、青山勲、中村みいさお、2021年より、川中子義勝も参加。1980年創設の新人賞。大星目切きりまでに贈られた、試作品の中から一編が選出される。休止を挟みながらも2020年現在まで続いている賞である。賞として、 単行詩集を無料出版する権利が贈られる。判刑は英語版上正本96ページと指定されており、受賞後一冊目の単行詩集出版権は、勝負数の歯科番を除き土曜美術者出版販売に帰属する。応募資格は締め切り日時点で、単行詩集が2冊以内のもの。そのためすでに出版社から詩集を出している詩人が選ばれることもある。記載年は先行。 結果発表年で受賞式は翌年に1月。主に黒レタリア文学系の詩人たちの集合した詩詩で荒れ地と並び戦後詩の出発点とされる。1952年から1955年にかけて発行。主な動人は関根博、長谷川達夫、井上敏夫、木島はじめ、黒田義夫、菅原克美、小翔、広美などで劣等派と称された。 詩集は、出版社から刊行する場合でも著者が資金を捻出する、いわゆる自費出版が一般的であるため、それを伴わない企画出版であることを表すために、無料出版と書いているのだと思われる。例えば第25回受賞者の大川俊也は2009年に、詩集、ハワイアンベザイを視聴者から出している。詩と思想を奥付け、編集参与、詩と思想、 第292巻第3号土曜美術者出版販売 P233 死と思想2019年12月号ありがとうございます